はい、どうも、ぬろめんです。9月18日、日曜日の予想をやっていきたいと思います。土曜日の予想は2レースとも残念な結果でしたが、まあ、上がりは2頭ともね、最速だったんですけど、そんなこと言ってられないんで、日曜日はしっかり当てたいと思います。まずは、中京の1レース。本命が、ノースティーバです。まあ、これは一番人気で申し訳ないんですけど、堺竜晟騎手で、推奨理由ですが、前走が好内容でした。前走、新潟の新馬戦で大外枠だったんですけれども、スタートでちょっと外に寄れるようなところがありながら、二の足が速くて、逃げた頃合いを最後まで追い詰める、まあ最後残り100メートルぐらいまでね、追い詰めるような形でバテてしまったんですけど、前半のロスを考えれば勝ち馬と同じぐらい強いレースをしていたと思います。2着フォーティサイド、こちらは土曜日のレースで2番人気で2着。4着のシルバーレイズは同じく土曜日のレースで勝ち上がっているということで、上位に入選した馬が次走も馬圏内に、まあ、連帯していると。勝ったエコロワイに関しては、これも土曜日の桔梗ステークス出たんですけれども、まあ、芝のレースだったんで参考外かなと思います。まあ、一応レース見ましょうか。はい、ノースティーバの新馬戦前走ですね。15番大外枠なんですが、この後、ちょっと外に逃げるような形になって、で、2番手追走。ただ、ここ二の足速いしね、そんなにこう、つけてなくても、馬が行きたがって旺盛な感じを見せながら前に取り付くと。で、この辺ももうね、勝ち馬をしのぐような手応えだったんですけれども、まあ、やはり前半のロスがたたって、この残り200メートルで止まってしまっての2着という形でした。まあ、勝ちに等しい内容だったと思います。で、堺竜晟騎手なんですが、はい、これが今年の先週までの時点の成績なんですけど、堺騎手が10位ということで、昨年が19位から大きくステップアップしてきています。重賞もね、先週勝ちましたし、今日も人気の馬に乗るわけですけれども、これ見ると非常に面白くて、まあ、今年に関しては川田騎手がダントツの1位でね、勝率、連対率、副賞率もとんでもない数字を上げているんですが、実はベスト10の騎手っていうのは、この堺竜晟騎手以外は、みんな去年もベスト10に入ってた騎手で、9位のみゆき騎手が、今日4勝かなしましたけれども、今は18位ということで、それ以外の騎手は昨年もベスト10に入ってた騎手がそのまま入っているということで、堺騎手だけが食い込んできた。まあ、怪我があったり海外行ってたりってね、みんなそれぞれ事情はありながらも、意外と変化がないなっていうのが、これを見てわかるような感じですかね。で、勝率なんですけど、堺騎手は10.9%ということで、ベスト10の騎手の中では最下位になるんですが、かなり数乗ってるのでね、彼は。1日12くらい乗ったりもしてるんで、そういった意味では、ここは仕方ない。まあ、勝つ可能性がほぼない馬にも乗ってるんで、いう感じはします。逆に川田騎手なんかはやっぱり、こう、常にね、勝つ可能性がある馬に乗ってるイメージがあるので、まあ、ルメール騎手とかもそうですけど。ということで、ここは、何が言いたいかというと、堺騎手の昨年からのステップアップと、この勝率等々に現れない彼の良さっていうんですかね。また一番人気の成績も見たんですけど、これが一番2022年一番人気の騎手
の成績なんですけど、ひどいのが武騎手。武騎手は1番人気に乗った時が勝率が26%ということで、ダントツ成績が悪いです。逆に松山騎手とか、まあ、川田騎手、横山和生騎手、池添騎手もすごいですね。1番人気に乗った時に4割以上勝ってるという形で、で、坂井隆成君は1番人気に乗った時の勝率38.5%、副賞率は高い73.1%なんですけど、この中でもさらに絞りまして、1番人気で逃げた時の坂井隆成騎手は12回中7回勝っていて、2着3回、3着1回。で、しかもこれが全部なんですけど、ダートの単、まあ、ダートで逃げ、1番人気で逃げた時は全て連対。で、まあ、というか、このテラステラっていうのはね、逃げたけど、その後失速してるんで、この馬を除いた1番人気で逃げた時の坂井隆成騎手は3着1回を除いて100%連対で、まあ、ほぼ勝ってるっていう感じなんですよね。なので、今回ノースディーバ1番人気ですけれども、間違いなく逃げると思いますし、逃げさえすればこれは頭確定なので、ここは1番人気ですけれどもノースディーバでいきたいと思います。続きまして、中京6レース、本命ビジョンブラッドです。この馬は川島騎手なんですけれども、川島騎手はここ3日間開催でこの馬しか乗りません。1レース入魂ということで、まあ、ビジョンブラッド自体は川島騎手がずっと乗っていて、今回で5戦目なんですけれど、前走がハイレベルでした。このレースは7着に敗れたんですが、6着ビヨンド・ザ・ファーザー、これ土曜日も勝ちました。今この後2勝してます。6着プリモスプランツァーは先週 YouTube 推奨で負けたんですけど、先週は、中京のダートは外側が全くダメだったので、この馬はこの次も注目です。パーティーベルに関してはこの後3回馬券内、名将譲る派も2勝していると。で、当節はこの後勝ち上がっているってことで、このビジョンブラッドを任した馬たちはパーティーベル、プリモスペランツァ以外勝っていると、この後いうハイレベルレースでした。で、レース見てもね、最後の直線まで頑張るところがあって、かなり強い内容でした。この馬は砂をかぶると全くダメみたいなので、砂をかぶらない競馬がしたいんですけど、今回11頭立てで逃げる馬がダノンフォーナインしかいないので、まあ普通に出れば前に出られるはずなので、さすがにね、砂をかぶらない競馬をしてくれるでしょうという期待も込めて、まあこれ動画流しませんけれど、ここはビジョンブラッドで単幅でいいと思います。砂をかぶらないでスムーズな競馬ができれば頭まで十分あると思うので、はい、ここはビジョンブラッドでいきたいと思います。最後、中京8レース、本命がスリードレフォンです。スリードレフォンは未勝利を勝った時がややハイレベルでした。これ阪神の 1200m で逃げて勝ったんですけれども、2着テイムヒマラヤ、4着5着6着7着馬、まあ、7着馬までがタツフェーブル、3着のタツフェーブルはもう走ってないですけどね。まあ、7着馬まで全部この後勝っているというハイレベルのレースで逃げて完勝しました。で、その後、昇級では前に行くことができず、前走に関しては 1000m で出遅れてレースになりませんでした。で、今回は勝った 1200m の舞台になりますし、前走、前々走、逃げた馬が、中央で逃げた馬が一頭もいないメンバー構成なので、ポンと出て前に行くことができれば、普通に勝ち負けだと思います。ちょっとこれも動画流しませんけれども、とにかくスタート次第ということでね、前に行くことさえできれば、スリードレフォンで間違いないと思います。はい、ということで、3レース上げさせていただきました。この後、ローズステークスと他のレースに関してノートを書きたいと思います。
それでは日曜日も頑張っていきましょう。まずはもう朝一の流星くんでね、勢いをつけていきたいと思います。以上、ぬるめんでした。